はい、こんにちは、空波です。はい、ここは赤倉神社ですね。はい、雨が降ってきたんですけれどもね、やっぱり、ここには来ないといけないなという思いが強くてですね、今日は雨の中、やってきました。はい、ここ何度目かな。空波ががんになってからね、何度来ただろう。一番初めにね、来た時に、ここのね、お水を飲まさせてもらって、それでね、病気が良くなって、手術もうまく今のところ行ってね、で、早くもね、1年が経ちましてね、今のところ再発も転移もなしというね、状態になっているのはですね、まあいろいろなところにですね、神頼みをしたんですけれども、僕はやはりここの、このね、目の前に見える御神木ですよね、それとその御神体の大きな岩ですよね。はい、その岩倉とこの御神木の間に湧いている水ですね、この水を飲まさせていただいたことによって、病気が良くなったんじゃないかなって僕はね、思い続けているわけです。はい、ここのね、お水を今日もね、湧いていたらいただこうかなというふうに思います。はいっていうかめちゃ出てるようわ、こんな勢いで出てるのも初めてだな。すごいありがたいことですね。はい、じゃあいただこうかな。失礼します。はい、そしてね、この大きな岩のね、神様、本当に社殿もね、何にもないんですよね。この大きな岩があるだけ。はい、まあ太古のね、原始の信仰でも、この岩の上にね、いつも誰かがいるの感じるんですよね。はい、今回もね、こちらの赤倉神社さん、はい、お礼参りにね、はい、来ることができました。はい、そしたらね、ここに至るまでの話をね、またちょっとさせていただこうかなと思います。はい、ということでね、赤倉神社さん、まあ一年、まあ生きられたのでね、一回お礼に来なきゃいけないなというふうに思いましてね、今日来ました。まあちょっとね、熊野までは本当にいい天気だったんですけどね、ちょっと雨が山の方に入ったら結構降ってきたんでね、ちょっとレイングローブに、はい、変えようと思います。そうですね。はい、まあもうなんていうのかな、僕自身がね、その、なんていうの、がんになって、ここに、まあ、わらをもすがるような思いでね、お参りに、来てからですね、もう1年半ぐらい経ってるんですけどもね、はい、本当にね、めちゃくちゃ長いっていうか、すごい昔のように感じるんですよね。これって何なんだろうって、よく思うことがあるんですけどね。今日はですね、その辺のことも、まあ、交えましてですね、病気になって、手術をしてからね1年、まあ、ちょっと経ちましたんでね、その辺の話をねまたちょっとしていきたいなというふうに思います。はい、あいにくね、雨でこの道もね、えらい道ですのでね、まあちょっと大丈夫かなっていう気はするんですけどもね、手術をして、1年ちょっと経ってね、まあせっかくお参りにね、お礼のお参りに来てですね、そのお参り直後にね、まあ素直な気持ちをね、記録に残しておきたいなと、まあ僕自身のね思いましたので、ちょっとね無理くり取っていきたいなというふうに思います。はい、こけないように頑張りますはい、本当にね、1年、6月でね、1年になって、今、9月ですから、1年と3ヶ月、手術をしてからね、経ちました。で、まあ、今のところですね、本当に3ヶ月に1回かな、手術終わってから、CT、
はい、造影剤の CTO をやってね、あれ僕大嫌いなんですよね。すごい気分悪くなるんですよ。でしかも僕アレルギーがあるので用土に毎回ね結構大変なんですよね。事前に薬を飲んだりね、その後、検査をした後にしばらく待機をしなきゃいけないとかね、なんで本当に僕自身がね3ヶ月単位で生きてきた気がします。はい、そうですね、まあ、1回目の、ね、検査をしてね、はい、異常ないですよって言われてね、ほっとして、で3ヶ月間はね、本当になんていうのかな、普段通りの生活ができてね、まあ、平穏な生活に戻れて本当に良かったなっていうふうに思うんですけどね、そのまた3ヶ月後が来るとね、こうなんていうのかな、検査の時 CT を取る検査の時っていうのは、さほど緊張しないんですけれども、その2日後にね診察があって、その検査の結果をね、先生のところに聞きに行くんですけれども、その時がですね本当になんて言ったらいいの、本当に天国と地獄のどちらかみたいなね、感じで、まあ、また再発してますとかね、どこか他の場所に転移の疑いがありますとかね、そういう風に言われたらまた、こう一気にね地獄にこうガーンと突き落とされてしまうと、いうような、本当になんか祈るような気持ちでね、毎回、その3ヶ月ごとのね CT の検査をしてきましてね、それをまあ乗り越えて、1年、経ってですね、今回、9月6から7、8、9ですからね、今回はね初めてねCT ではなくなりました。はい、いわゆる超音波ですね、はい、腹部超音波に、変わりまして、まあ、それでもとりあえず再発とかそういうのはないですねということでね、今回も言っていただきまして、一安心と、いうことになりました。まあ、ただ、やっぱりこう検査の精度というかね、そういったようなものからするとやっぱり超音波って、僕このがんを がんがね見つかった時の話に遡りますけれども、やっぱり超音波ってね意外にこう結構見落としが多いんじゃないかなっていうか、まあ、技師さんのね、まあ腕次第っていう、うわ湖みたいになってる、技師さんのね腕次第っていうところがあるとは思うんですけれども、やっぱりこういろいろな見落としっていうのはね、起きるような検査なんだと思うんですよ。ですので、まあ、僕の場合もね、こう何か肝臓に何かあるぞということが分かったのは、まあ、腹部超音波からでしたけれども、まあ、順番的にはね、そこから CT へと移っていくので、やっぱり CT の方がね、検査としては精密に正確にできるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ、その反面造影剤の CT っていうのは非常にこう、なんていうのかな、腎臓ですかに負担がかかるそうですね。なんで3ヶ月に1回、毎回 CT をやるっていうのも、まあ、あんまり良くないというようなことで、1年経った後はね、まあ、半年に1回になるのかな、はい、で、その間の3ヶ月の部分っていうのは超音波に変えていくっていうような形になるんじゃないかなというふうに思っているんですけれどもね。で、先ほどね冒頭この病気にがんっていう病気になってからね、1年手術をしてから1年3ヶ月ですけれども、この1年3ヶ月というものは僕にとってはですね本当に3年、3年ぐらいには少なくとも感じますね。はい、本当にねこう病気になって、そういった形でね、3ヶ月単位でこう命を刻むというか、そういう形で考えるようになったりとかね、まあ、それとかね、まあ、命に関わるようなね大きな病気を、した時っていうのはね、こう人っていうのはやっぱり生き方っていうのがねがらりと変わるんだなっていうことをね、改めて、思いました。本当にね、時間が長く感じるんですよ。で、一日一日の、ね、充実度っていうか、密度の濃さっていうか、そういったようなものがね病気になる前とは全然違うんですよね。
なんである意味ね、本当にそういったこうなんていうのかな、今まで一日一日を、ある意味、こうなんとなく過ごしていたというか、おろそかに過ごして、いたと、いうことをね、ここで完全に、病気になったということで、考えを改めさせていただけたので、まあ、その点についてはですね、本当に僕は今回ね、僕の人生の中でね、がんという病気になってね、まあどうなんでしょうね、わからないです。全くそういうがんという病気にならなかったら、た場合のね、寿命とね、僕もう一度今がんになった、僕のね寿命っていうのは、その単純なね、こうなんていうのか、数値の年数でいくとね、まあ短くなるのかもわからないですよね、短くなるのかもわからないですけど、でもその分、濃く生きることができるのかなと、いうことをですね、考えを、はい、新たにしました。はい、そうですね。ですので僕の今後のね、例えばですけれども、5年間、っていうのは、普通の人でいうところのね、15年以上に相当する厚みでね、生きていかれるんじゃないのかなっていうふうにね、ちょっと思って、おります。まあ、人生、そうですね、ある意味そう病気になった人間の負け惜しみのような言葉になるのかもしれないですけれども、やっぱりこうなんていうのかな、どれだけ長く生きたかではなくて、どのように生きたかっていうところですよね。それで人のやっぱり人生っていうのは、良かったものなのか、そうでなかったのかっていうのは僕は決まるんじゃないかなっていうふうにね、改めて、思いました。はい、そうですね、まだ皆さんね、お若い方で病気とかしたことのない人っていうのはね、自分の人生がまだあと普通にね、20年30年、当たり前にね、残っていてね、自分はいつか、まあ、その何十年か後に死ぬんだと、いうふうにね、僕も思ってました。皆さんもおそらくそうでしょう。そうなんですけれども、やっぱり現実というものはね、そうではなくて、人間というものはね、いつでも死ぬものですしね、いつでも病気になるものなんですよね。でそして今こうしてね、僕もそうですが、普通にね、こう、まあ、働けて、そして休みの日にね、バイクに乗れてということがね、当たり前のようにね、毎日が過ぎていっておりますけれども、これはですね、決して当たり前ではないということを改めてですね、僕は認識をしました。本当にですね、恵まれた幸せな環境なんですよ、そういう人っていうのはね、ですので僕も今本当にね、こうして病気もねにもなって、またいつもね再発とか転移のね、恐怖に怯えながらね、ある程度怯えながらこう暮らしていかなくてはならないというのは、まあある意味ね、こうストレスがたまるような生き方というか人生、なのかもしれないですけれども、これはね、そんなことを言ってられないんですよ。今僕は何ていうかな、事実としてこうして働いていて、家族と一緒に生きていられて、そして休みの日にねこうしてオートバイに乗っていられるというこの今の幸せをですね、本当にフルに感じてですね、その自分の恵まれた環境っていうのかな、はい、それに感謝をしなくてはいけないなということをね、改めてこの1年3ヶ月ですかに思いました。今ちょっと蛇だか枝だかわからないもので踏みそうになったんですけど、蛇かもしれないなと思って避けたんですけど蛇でしたね。よかった、踏まないでよかった。はい、まあ、あの蛇もね、そうですよ、もしかしたらね、今こんな道路の真ん中でね、雨に濡れて昼寝をしていたのかもしれないですけどね、一歩間違えば彼は僕に今頭を踏まれて死んでいたかもしれないっていうことですよね。まあ本当にね、皆さん今元気にねオートバイに乗ってる皆さん、あなたのですね今のその当たり前はですね、本当に、まあ幸運でラッキーで恵まれた、まあ、ものなんですよ。
うん、そこをですね、ぜひ、お忘れなく、今今日この1日をですね、本当に心から楽しんで、あげちゃってください。はい、そうしないとですね、本当に僕は将来、後悔するようになるんじゃないかなっていうふうにね、思います。はい、ということでね、今日は赤倉神社さん、はい、こちらにね、雨の中でしたけれどもね、お礼参りに行ってまいりました。はい、どうもありがとうございました。